オードナンス QF13 ポンドマーク砲校車砲とは、エルズウィック砲兵会社が商業用に開発した、合計3インチ、砲弾重量13ポンドの校車砲であり、第一次世界大戦中に6門が供給された。イギリスは、本砲以外にもいくつかの13ポンドの名称を持つ校車砲を運用したが、本砲とそれらの砲との関連性はない。第一次世界大戦が始まると、 イギリス軍は航空機に対処するための降車法を早急に必要としていたが、そのような状況下でエルズウィック砲兵会社は商業事業としてすでに本法を開発しており、1915年には既存の6問を政府に供給している。これら6問はすべて西部戦線に送られることとなり、その後様々な戦域に送られることとなった。多くの書き手はしばしば、 イギリス軍が運用した主治の13ポンド校舎法を区別しないために本法がどの戦域に送られて運用されたのかを正確に知ることは難しい。日本の法は1917年7月から終戦までマケドニア戦線のテッサロニキで第99校舎班で運用されたことが知られている。本法は方針の上に2本の中副座崎の延筒を有しており、これによって 外見上判別をすることができる。方針のすぐ上に位置する円筒の長さは、方針よりもやや短く、一番上にある円筒の長さは、方針よりもやや長い。方全体は、一般的な13ポンド校舎法に福崎を収めた、円筒を上部に追加したような外見をしている。閉鎖器もやはり、イギリスで、標準的なものとは異なっており、本法は、 フランスの M1897-75mm や砲のものに似たノルデンフェルト移中心式閉鎖跡を有している。移中心式閉鎖跡とは、方針と閉鎖跡の軸心が異なる形式であり、本砲の場合は、方針の上部に近い部分を軸として回転することで砲尾の閉鎖、開放を行う。これにより、イギリスで一般的なウェリン式やアズベリー式閉鎖跡のように砲尾を ネジ式に閉鎖するというよりは、閉鎖機が褒美を覆うような形になる。ホグサーストン 1972P62 同部隊の1918年1月7日付の戦闘日誌では、本法について明白に言及している。ウィキメディアコモンズの画像、1枚目、2枚目、ありがとうございます。